モンテサントケーブルカーこの記事では、ナポリの都市交通の特別な形態であるケーブルカーについて記述する。現在、市内では4つの路線が運行されており、そのうち3つはボメロヒルに、1つはポジ・リポヒルにつながっている。このケーブルカーは5年間の建設工事の後、1891年5月30日に引き渡された。1936年に、 ワゴンが交換された。第二次世界大戦中は運行されていなかったが、深刻な被害を受けなかったため、1944年に再開された。現在、モンテさんとビットリオ・エマヌエーレ、モルゲンの3つの駅がある。現在、4番目の駅が建設中である。このケーブルカーは列車ごとに300人の乗客を運ぶことができる。1800年代までに、ボメロヒルは、 ナポリでナンバーワンの住宅地になった。その後、モンテサントとキアヤニケーブルカーを建設する必要が生じた。校舎は1889年10月15日に交通に引き渡された。このケーブルカーは蒸気機関用に設計され、1916年に電気駆動装置に変更された。現在、マルゲリータ広場、ビットリオエマヌベーレ、パラッツオロ。 チマローザの4つの駅がある。このケーブルカーは列車ごとに300人の乗客を運ぶことができる。中央工作線はバメロ住宅地とサンファーディナンド地区を接続している。1928年10月28日に交通に引き渡された。このケーブルカーは世界で最も長くそして最も美しいケーブルカーの中にランクされている。 列車ごとに450人の乗客を運ぶことができる。メルジェッリーナで最年少のケーブルカーは1931年5月24日にナポリで収益した。現在、メルジェッリーナ、サンアントニオ、サンジョアッキのアンジェリーナ広場、満蔵に通りの5つの駅がある。このケーブルカーは列車ごとに480人の乗客を運ぶことができる。ありがとうございます。